都知事選が終わっても、石丸旋風は続く。7月7日に投開票されると、現職の小池百合子氏、71が約292万票を獲得して圧勝。小池氏との一騎打ちと見られていた蓮舫氏、56は約128万票と伸び悩み、まさかの3位に終わった。約166万票を得た石丸真二氏。 41は2位となり、改めて強い存在感を示した。旋風の勢いは相当なもので、その余波は意外なところにも及んだ。弁護士でアディーレ法律事務所の設立者である石丸幸人氏五51元知事選に立候補していたのだが、約10万票を獲得して8位に食い込んだのだ。ちなみに石丸幸き氏の立候補は政治団体。 NHK から国民を守る党の党首、立花隆史、51がサポート。その立花氏は自身の YouTube チャンネルでこの問題に触れ、石丸真嗣氏と石丸ゆきと氏は同じ石丸性のため、書き間違いなどでゆきと氏の得票が伸びた可能性を指摘した。い、e、いという石丸真嗣氏の前線が注目される一方、 民放各局の取材に応じた石丸氏の発言内容や態度に批判が殺到している。例えばフジテレビの開票特番に出演した元乃木坂46の山崎玲奈27が石丸氏に質問したところ、前提の下りが全く正しくない、ゼロ公約と私が今回掲げた政策、どこに共通点が、などと厳しい口調で難喫。 山崎は出演後、SNS に、あー怖かった、などと投稿した。この騒動をデイリースポーツ、電子版、が7月8日、富士選挙特番で石丸真二氏からガツン返された山崎玲奈出演後に、あー怖かった、緊迫展開も必死質問、いろいろ若くてすみません、との記事を配信すると、大きな反響が起こった。 さらに同日、パワハラ上司みたい、放送事故、石丸真治氏、都知事戦後インタビューでの悪態対応に国政進出を恐れる声、スマートフラッシュ、パワハラ草ぷんぷん、石丸真治氏、本当に熟読されました。とライターを逆質問、ラジオ番組での対応が高圧的、と批判続出、女性自身、 との記事が配信。読者からは、昔の上司を思い出して、本当に怖かった、という声が殺到した。約166万票を獲得しながら、殺到する抗議まさに賛否両論という表現がぴったりの状況だろう。当初から3位は確実視されていたとはいえ、2位の躍進には驚く声も多い。 IT ジャーナリストの井上俊幸氏は、都知事選の最終盤、危機感を抱いた石丸陣営のボランティアが選挙戦術を修正し、それが功を奏したと見ています。という。選挙戦の序盤、ネット上では石丸さんに期待する声が圧倒的多数でしたが、徐々に批判する投稿も増えていきました。 主なものは、1、秋田方市長時代など、強権的な素顔が垣間見える。2、市長の任期を全うせず、切り出してしまった。3、あまりに経歴がエリートすぎて共感できない。という3点だったと思います。こうした批判に対してボランティアの皆さんが X や YouTube でいや、石丸は違いますよ、と丁寧な説明を行っていました。 これでネット表を固めることができたのではないでしょうか。